ようこそ、データサイエンス研究所へ。はい、えっと、今回はですね、サイキットランについて解説していきたいと思います。はい、えっと、今回は Python でデータ分析の最後ですね、9回目のサイキットランについて解説します。で、このライブラリーは機械学習に結構特化したライブラリーなので、まあ、あの、単回帰分析とか重回帰分析とかやるんですけど、まあ、これは知ってる前提で話しておきます。で、 あの、実際にこれ分からないよと、まあ、機械学習について分かんないよって方いたら、まあ、以前に機械学習のシリーズの動画出してるので、ぜひ見てから、まあ、こちら見てください。で、今回の流れなんですけど、今回はまず環境構築。まあ、これはもう今まででっていので、見たことある人は飛ばしちゃって大丈夫です。で、次にデータの準備して、で、単回帰分析、重回帰分析を実際にこのサイキット欄を使ってやってみて、で、この単回帰分析のクラスっていうのを自分で作ってみます。 それで実際に、まあ、このライブラリーをちょっと理解して、で、最後にロジスティック回帰でも同じようなことができるよっていうのを解説していきます。はい。それではまず環境構築なんですけど、まあソースコードはこれですね。サイキットランのノートブックファイルを使っていきます。で、環境構築に使うのはこっちの今度は演武のノートブックファイルになります。 で、ダウンロードはこのコードボタンを押してもらって、ダウンロード ZIP から ZIP ファイルをまあダウンロードしてください。で、次にアナコンダ開いてもらって、あの仮想環境を作っていくんですけど、この e n v i r o n m e n t 押してもらって、で、この Create で適当にあの環境名決めて、で、Python のバージョン決めて、まあ、作成してください。で、実際に作ったら次に JupyterLab をインストールするんですけど、まずこのホーム行ってもらって、 で、JupyterLab のこうですね。このインストールっていうところを押してもらって、そうするとここがラウンチっていう表示に変わるので、ラウンチをして JupyterLab を開始させてください。で、実際に開始させたら JupyterLab を開いてもらって、で、あのー、さっきダウンロードしたフォルダ、ファイル、あの、ZIP ファイルを回答してもらって、そのフォルダのところに、ここでなんかポチポチしながら移動してください。 で、そうすると、まあ、ダウンロードしたコードたちがここに出てくるので、まあ、このコンダ演武のノートブックファイルを開いてもらって、下の方をスクロールして、これですね、requirements.txt の利用のこの辺のコードを実行してもらって、まあ、実際にはこれですね、このコンダのインストールのこの requirements.txt に書いてあるライブラリをインストールしてもらって、で、実際にこれですね、インポートしてもらって、ここでエラーができなければ、実際に仮想環境の構築が完了します。はい、それでは実際にここから実装に入っていくんですけど、まずデータの準備ですね。 で、一番最初に、まあこれ、いろいろインポートします。ナンパイを NP として、パンダスを PD として、で、マットプロットリブで、プロットとして。で、それぞれサイキットランの一応、モデルセレクションのトレインテストスプリットとか、まあいろいろこのサ,サイキットランの中でもいろいろインポートしていきます。で、最後にラン数のシールドを決定して、これから実行していきます。はい、そしたら実際にこれですね、まあデータの準備からやっていくんですけど、まず、あの、サンプルのデータを作っていきます。 まあ、x1, x2, x3 に適当に100個データ、乱数入れて、で、y イコール、まあ、これですね、重回帰分析のデータに当てはまるような形で、y に代入して、それぞれデータフレーム、x1 に x1、x2 に x2 で、y まで入れていきます。で、実際にこれですね、作成したやつヘッドで見てみると、こんな感じで、x1, x2, x3, y のデータフレームが完成します。で、縦のデータ数は100になります。で、これを実際に学習用のデータとテスト用のデータに分けていきます。 まず、X は、まあ、これですね。DF の X1 だけ取ってきます。で、Y には DF の Y だけ。これですね。これを取ってきます。で、このトレインテストスプリット。さっきサイキットランでインポートしたこの関数を使って、これ X と Y を入れます。これはだから X1 と Y ですね。実際には。それぞれこれを、X トレイン、X テストと Y トレイン、Y テストに分けます。 で、それぞれ形見てみると、まあ、トレインの方は75個。で、テストの方は25個のデータが入っていることが確認できます。はい。そしたらデータができたら実際に単回帰分析やっていきます。まず単回帰分析やっていくんですけど、まあこれ、こっちにちょっと機械学習の基本書いてあるんですけど、まあこんな感じですね。あの、もともと X と Y の出力があって、で、関数があると。で、これがまあ機械学習モデルですね、関数 F が。 で、入力 X があって、単回帰分析の場合、パラメータ A と B がありますと。で、学習でこのパラメータ A と B の、その、最適な値っていうのを求める。で、予測の時は、この X の学習に使ってないデータを入力して、まあ、使ったデータでもいいんですけど、基本的には使ってないデータを入れて、で、このパラメータですね、推定したパラメータを元に Y の予測を出すっていうのが基本的な流れなんですけど、これを実際にサイキットナンを使ってやっていきます。 まず、このリニアレグレッションこれが、あの、単回帰分析のモデルです。まあ、重回帰分析ですね。まあ、どっちもできるやつです。重回帰分析でもあり、単回帰分析でもあるモデルを、モデルとして、まず入れます。で、モデル d e l f i t によって、まず、この学習を行うことができます。要は、この A と B の最適なパラメータを求めること。で、入力はこの X と Y を入れれば、A と B を求めてくれます。で、これ実際にどういうふうにやるかというと、 このモデル .fit の xtrain.values.reshape でできます。と、これ ytrain ですね。要は、x と y だけ入力すればいいんですけど、ちょっと単回帰分析にする場合、この xtrain の次元が、こう、縦1個だった場合、ちょっとめんどくさくて、dot values にこの reshape をしなきゃいけない。ちょっと形だけこういう風に整えなきゃいけないって思っておいてください。ただ、入力すればいいのは x と y だけです。なので、この fit に対して x と y だけ入れちゃえば、このパラメータの 最適な A と B がもうこの一行だけで求まっちゃうんですよ。で、実際にそれぞれ確認すると、このこうエフィシエントと、これですね、インターセプトでそれぞれ、まあ、係数と、あとはこのインターセプト、B の部分ですね。AX プラス B だったら B の部分を求めることができますと。まあ、要はこの、この二つがパラメータ A と B ですね。ちょっと名前が違うので分かりにくいんですけど。で、A と B、ここで確認して、で、実際にこう、最適なものが求められてると。で、実際に、 次予測したいとき、今ここ学習をフィットで一行でできたので、この予測するにはどうするかっていうと、これですね、model.predict で x を入力すればできます。ここでは x トレインと ytrain で、まあ、学習用のデータを使いました。で、この predict では、まあ、新しいデータ、x テストですね。学習に使ってないデータをちょっとリシェイプして入力してます。そうすると y の予測値、y プレットを出すことができると。 ま、y プレットを形見ると25次元ですね。まあ、あの、x テストも25次元なので、まあ、その25個分のデータの予測値が出ますと。で、次に評価していくんですけど、まあ、ms, mean squared error ですね。まあ、その誤差について見たときは、これは y テストと y プレットを見ます。の誤差ですね。y プレットは y の予測値。で、y テストは実際にこの x テストに対しての本当の値。だから本当の値と予測の値のその差の2乗。 の平均についてがこの MSE なんですけど、まあ、11点いくつって出てます。で、ここまでで、ま、分かってほしいのが、FIT を使うと、まあ、X と Y 入れれば、もうパラメータを学習できる、簡単に。で、Predict を使えば予測ができると。で、入力には X を入れればいいだけ。なので、すごい、めちゃめちゃ簡単に、そのモデルの学習と予測を行えることができるっていうのが、これでわかります。で、実際にこれ、ちょっと可視化して確かめてみたいんですけど、 実際に、これですね、プロットフィガーで、あの、まず、プロットスキャッターで、こう、エクストレインとワイトレイン。まあ、要はデータを見ます。サンプ図ですね。この青い点が実際の、あの、データになります。で、これに、この赤い直線、これが、あの、予測値を出したものなんですけど、これですね、エクスプロットは、まあ、ま、マイナス3から4まで1個ずつで、こう出して、で、このプロットプロットで、ま、エクスプロットを横軸に入れて、この縦軸の部分、これが、 モデルドットプレディクトですね。まあ予測値で、カラーイコールレッドにして表示しています。で、まあいい感じに、まあそんなすごい綺麗に当てはまってるわけじゃないですけど、まあこのデータに対しては最適な直線が求められてるんではないかなっていうグラフがここで得られてるのがわかります。で、続いて重回帰分析やっていきます。これはさっきの大回帰分析と同様に簡単にやることができます。まあ言ってしまえばさっきより簡単にやることができます。じゃあ実際にコードを見ていくんですけど、 まず、これ、X と Y、それぞれ入れていきます。で、今回はここが X1 だけじゃなくて、X2 と X3 も同時に X に入れます。で、これですね、トレインテストスプリットで、それぞれ、あの、X トレインと X テスト、Y トレインとテストで分けます。で、X トレインドットシェイプ、それぞれシェイプ見ると、これですね、75×3、25×3、25 3だから75と25で分けられることができます。 で、次に実際にリニアリグレッション e s、まあ、重回帰分析に当てはめるんですけど、まずこれをモデル2に入れて、で、まずこれフィットします。で、これはもう X トレインと Y トレインそれぞれ入れればいいだけです。もうさっきより簡単ですよね。で、X と Y 入れれば、もうこの時点で、このモデルの学習、パラメータのもう最適な値っていうのはこれに求められてます。で、それぞれ、これ、コエフィシェントとインターセプトでこう見れることができます。こっちが係数ですね。 2,2-3,4っていうのがそれぞれ係数で、この3.0っていうのがまあインターセプト。あの、プラスいくつまあ a、b、a プラス b, ax プラス b の b みたいな値の部分になります。で、それぞれああの求められていることが確認できて、で、実際にこのモデルに .predict の中に x テストを入れると、簡単に予測値も出すことができます。ださっきに比べて、この .values.reshape っていうのがなくなったので、まあ、より簡単になりました。で、 まあ、y プレットドットシェイプ見ると25次元だと。で、mean squared error を見ると、まあ、y イテストと y プレットで、msa がこんぐらいの値になるっていうのも簡単に計算することができます。で、この結果を見ると、さっき11ぐらいだったのが1になって、まあ、かなり減った。まあ、重回帰分析にした方が精度が上がったっていうのがこれで確認できます。まあ、もちろん、その今回はデータを生成した方法として、まあ、このデータを元に 生成したので、こっちの方が精度高いのが当然なんですけど、まあ一応こういう結果が簡単に得られたと。まあ一行で、このモデ d e l f i t で学習できて、で、パラメータも求められてて、で、モデル d e l 2 p r e d i c t で予測値も出せると。で、この mean squared error っていうのは、もともとそのサイキットランで最初にインポートした関数なんですけど、それを使えば、この y-test と y p r e トまあ要は本当の正解データと予測データのこの差の2乗の平均っていうのも簡単に見ることができます。 はい。それでは続いて、単回帰分析クラスなんですけど、まあもっと、その、まあ今、フィットとか、プレディクトで簡単にそのできるっていうのを確認したんですけど、そのイメージを、まあよりわかりやすくするために、自分でクラスを作ってみたいと思います。で、実際にそのクラスのコードなんですけど、まあそれやる前に、これですね、単回帰分析のこのデータを用意します。まあ、X に DFX1 入れて Y に、 あの、DF の Y を入れる。で、まあ、トレインテストスプリットでそれぞれ75対25にトレインとテストを分けます。で、実際にクラス作っていくんですけど、こんな感じですね。まあ、まずこのシンプル LR、リニアレグレッションですね。っていうクラスを作ります。で、まあ、あの、イニット一番最初には何もしないと。で、これですね。Fit の関数には、まあ、入力は X トレインと Y トレインですよね。 で、このフィットで大事なのは、この x トレインと y トレインを入力して、あれですよね、この学習を行うこと、つまり最適なパラメータを求めることっていうのが大事になってます。ですので、ここでは、これ、セルフドットコエフィシェントとセルフドットインターセプト、それぞれ用意して、この計算過程について省くんですけど、まあこういう計算をすれば、それぞれコエフィシェントとインターセプトを求められることができるので、 まあ入力これに対してこのパラメータたちを求めるっていうのがフィットの役割です。で、次にプレディクトなんですけど、プレディクトは入力は X ですよね。X テスト。で、この入力に対して予測値を出せればよくて、でこの予測値っていうのはそれぞれこのセルフドットインターセプトとセルフドットコエフィシェント、つまりここであの計算したやつをそのまま値として使うことで予測値を簡単に出せ返せることになります。で、 次に MSE も一緒に実装しちゃうんですけど MSE はこれ Y テストと Y プレットの差を見るだけでその差っていうのはこの Y テスト引く Y プレットの2乗差の2乗の合計っていうのをこの Y テストの長さで割ったものを L としてリターン L で返すとでこれによってまず FIT は入力が X トレイン Y トレインで求めるのがこのパラメータで Predict は入力が X テストで出力が予測値 で、この中の過程については、この辺の計算結果を使うと。で、MSE に関しては、Y テストと Y プレットの差の、まあ、その指標ですね。ミンスクエアドエラーを求めるだけになります。で、実際にこのクラスを使って、あの、さっきと同じようにやっていきたいと思います。で、実際にやったのがこちらですね。まあ、モデル3イコール、このシンプル LR のクラス入れて、で、モデル 2.fit、x トレイン y トレインってやること、これによって、今、その、 モデル3のそのパラメータ、セルフドットコエフィ i e ン t とセルフドットインターセプトっていうのが求められてます。さっきのクラスからわかりますね。で、あの同じようにモデル3ドットコエフィシ e n t とモデル3インターセプトってやると、それぞれその値を確認できます。で、モデル3ドットプレディクトの X テストってやると、予測値が求められる。で、これの予測値の計算にはこの2つの値が使われているのはさっきのクラスからわかります。で、この Y プレットですね。 を基に Y Y テストトと、y、プレットで、この MSE MSE を計算すすると実際にが分かりますでこの結果とサイキットランの結果を比較するんですけど、同じデータをサイキットランでやった結果がこれですね。サイキットランでまあ最初の時と同じように入れると、同じ結果が得られることがわかります。で、続いて、ロジスティック回帰なんですけど、まあ、これまでで単回帰分析のサイキットラン分析じゃなくて実行して、で、重回帰分析やって、単回帰分析のクラス自分で作って、 まあ大体クラス、要はこんな感じでサイキットランって動いてんだなって理解できたと思うので、じゃあその、単回帰とか重回帰以外にもできるよっていう一例としてロジスティック回帰、サイキットランでやっていきます。で、まずデータの作成やっていくんですけど、まあ N、データ数ここでまあ1万って決めて、で、X1、X2、X3 にそれぞれラン数入れていきます。で、これはまあ N、データ数、ここで指定したデータ数入れて、で、まず Z にこう、 適当に値入れます。まあ、ロジスティック回帰で分析できるような値にするためにですね、z を入れて、で、これですね、シグモイル関数に入れて p を出して、で、その p を元に確率的に y を出します。で、実際にそれでデータフレーム作るんですけど、まあ別にこの過程は、あ,のあんま気にしなくていいんですけど、ロジスティック回帰で分析しやすい形にしています。で、それぞれ x1, x2, x3, z, py って出たんですけど、まあ実際にデータ分析するときっていうのはこの、 Z っていう値と P って値は存在しません。ないです。わかるのは X1、X2、X3 と Y だけ。まあ、要は0、1の予測をするときにロジスティック回帰っていうのは使えます。例えば顧客のその情報に対して、この Y っていうのがなんかその、例えば何かこう、YouTube とか使ってたら、YouTube プレミアムとか使ってたら、それに大会するかどうか。大会するなら1、大会しないなら0で、まあ、その大会予測とかやったりっていうのに使われたりします。 はい。それでは、このまま、このデータ使っていくんですけど、まず、データ、あの、分割していきます。まあ、一応、この DFY で、ドットバリューカウンツ見ると、それぞれ1に5000件程度、まあ、5500件程度、0に4500件程度あるのが確認できます。で、今まで、その重回帰分析の時と同じように, X に,に X、X に、この DF に X1、X2、X3 入れて、Y に DF の Y を入れると。で、それぞれトレインテストスプリットで、あの7、7.5対2.5に分けて、 あの、形見るとこんな感じですね。7500×3、2500×3、7500、2500 25っていう形になっているのが確認できます。まあ、やってることは、重回帰分析の時と一緒です。で、実際にここまででデータが分、あの、分析、データが準備できたら、実際に実行していくんですけど、こんな感じです。まず、サ y k i t l ンドと i n e a r ルのロジスティックリグレッションをインポートします。 で、サイキットランのメあの、ドットメトリックスについては、アキラシースコアをインストール、あの、インポートします。さっきは、あの、MSE で測ってたんですよ。出力が数値だったので。ただ、今回は出力が01だった、になるので、もう合ってるか間違ってるかの二択なので、ちょっとその指標っていうのが変わります。まあ、要は、正当率でそのまま簡単に出せます。で、実際にこれを使って、あの、評価していくんですけど、学習というソフト評価ですね。まず、 ま、こっちですね。もう、あの、さっきの10回帰分析、単回帰分析と一緒で、フィットで、あの、最適なパラメータを学習して、あと、プレディクトで予測するっていうだけです。で、実際にやっていくんですけど、モデル4にまず、ロジスティックレグレッションを入れて、モデル 4.fit の x トレイン、y トレイン。で、このフィットの時点で、今、最適なパラメータっていうのは求められています。で、このコエッシェントとインターセプトを見ると、それぞれ、こうですね、そのパラメータを見ることができて、 で、モデル 4.predict で x テストを入れて y プレットを出すと、あの実際に y プレットが求められます。で、あとはアキュラシースコアで y テストと y プレットの、まあ、その正答率、見るとこんな感じで0.8。つまり今80%の正答率がこのモデルにあるよっていうのが確認できます。はい。それでは最後まとめなんですけど、今回は Python でデータ分析の最後ですね。サイ y ット i t n についてやったんですけど、 まあ、これですね。単回帰分析、重回帰分析、まず、こんな感じでやるよって試しにやって、で、クラス作ってみて、内部構造ってこんな感じになってるんじゃないかっていうので、ちょっと確認して、で、最後に、まあ、これ以外にも、いろんな機械学習モデルができるんですけど、それの一例として、ロジスティック回帰の、そのサイキットランのやり方について学習していきました。データサイエンス研究所。はい、いかがだったでしょうか、サイキットランについての解説。もしよろしかったら、チャンネル登録、高評コメントぜひ,ぜひぜひお待ちしております。 それではまたバイバイ